こんにちは、インケンです。ユニティでボール転がしゲームを作ろう第5回目です。前回、半年ぶりぐらいに、撮って、もう残りちょっとのページなんでそのまま撮っちゃいます。はい。で、この本を見ながらやっていきます。今回で最終回ですね。やっと、はい。112ページです。クリアの判定。で、前回、ホールっていうスクリプトを作ったと思うんですが、これにちょっといろいろ手を加えてます。接触の検知。まあ、クリアの判定だから、ホールにボールが入ったことを自動で判定しましょう。で、ホールを監視しましょう。入ってるかどうかを。監視して、まあ、入ってたらトゥルーフォルスみたいな感じですね。はい。このイズフォーリンってやつがボールが入ってるかを返すみたいな。で、ここでオントリガーでコリジョンイベント勝利。コリジョンってなんだっけ。あ、衝突か。忘れちゃう。衝突イベントって書いてくれればいいのに、コリジョンって書かないでね。日本人なんだから。はい。で、これで全ホールの状態監視をできました。あ、違うわ。これで接触の検知ができるんで、この全ホールの、全穴の、もうちょっと、全部、横文字を日本語にして説明していこうかな。全穴の、情報監視をしますね。はい。で、このフォーリンチェッカー CS っていうのをまた作りました。はい。これが、全穴の監視をします。すべての玉が入ったらラベルを表示してますね。フォーリンラブ。はい。で、これも、テキストの114、もういつの間にかテキストになってるけど、114ページに書いてあるスクリプトです。見てみてください。はい、この OnGUI、これか。これは Unity の GUI クラスを扱うための関数で、アップデートと同じく MyFrame を呼ばれます。アップデートと同じく MyFrame、勝手に呼ばれるんだ。この関数の中で各ホールスクリプトの isFalling 関数により正しくボールが入っているかを監視し、画面の左上に FallingLove と表示します。実装が完了したら、FallingChecker という名前のカラーオブジェクトを生成し、スクリプトをアタッチします。あ、実装完了した。FallingChecker というカラーのオブジェクトを作成し、FallingChecker とまた作るんだ。ホーリンカラーのオブジェクト。これで、ホーリンチェッカー。ホールインチェッカーというカラーのオブジェクトを生成し、ホーリンチェッカーをドラッグ&ドロップで追加。フォーリンチェック、これか。スクリプトをドラッグ&ドロップで追加。これを選択した状態で、これを追加。はい。あ、追加した。で、シーン中のホールオブジェクトをドラッグ&ドロップ。ドラッグ&ドロップ。これ、レッド。ホールをドラッグ&ドロップするのか。ボールをシーン中のホールレッド、ホールブルー、ホールグリーンオブジェクトをそれぞれ。じゃあ、ホールレッド、ホールレッド、これか。ホールレッド、ここですね。はい。で、ブルー、ブルー、はい。グリーン。はい。はい。この時、ゲームオブジェクトにアタッチされているコンポーネントが適切に選択されます。このようにインスペクタービューにパラメータとしてコンポーネントを設定できるようにしておくと、真鍮でオブジェクトの参照を簡単に扱うことができます。
はい、プレビューを開始して動作をチェックしています。すべてのボールにボールが入ってきたとき、左上に文字が表示されれば OK です。キーボードの Z でボールを手前に寄せることができますが、あ、 Z で手前に寄せることができるんだ。そうなんだ。はい、じゃあちょっと見てみようっと。 Z、 あ、本当だ、 Z でジャンプができる。初めて知った。あ、いい感じだ。あ、フォーリンラブ出た。出ましたね。はい。長かったわ。はい、じゃあ次、ポジション。117ページ37、GI によるグラフィックの最終調整。今回サンプルではこのままでも輝くボールやホールが綺麗ですが、せっかくなので、GI グローバルイミルミネーションの間接光を有効にして見た目を一段階グレードアップしましょう。そのためにステージオブジェクト全体を スタティックなオブジェクトに設定します。インスペクタービューからステージオブジェクトのスタティックフラグを有効にしましょう。ステージを選択して、あ、ちょっと一回これを止めて、ステージを選択してスタティック、これか、スタティック、なんか出た。はい、なんか出たから、え、チェンジスタティックフラグ、 Do you want to enable the static flag for all the child object。 あ、チャイルドオブジェクトも全部やるかってことか。え、これ何ですか。 Yes we can。 はい、これによりステージオブジェクト全体に間接光が効くようになります。しかし間接光によりボールオブジェクトの光が強くなりすぎてしまう問題が起こります。そこでボールレッド、ブルー、グリーンのポジションライトのレンジを4812に設定します。レンジ、あ、さっきのレンジだ。さっきのレンジちょっと余計なことしちゃったかな。レッドを、レッドのスポットライトを強くなりすぎちゃうから増やすの、レンジを増やすの、増やした方が和らぐの？わかんない。まあ、増やしてみよう。はい、4。ブルーが8。グリーンが12。はい。設定が完了したら間接光が効いてない状態と効いている状態を比較してみましょう。分かりにくいかもしれないですが、床に投影しているスポットライトは光の壁に、また光が当たっていない放送オブジェクトの上面にも光が反射しています。これらの効果により 3D っぽさが残る見た目から一歩先のクオリティになっていること、一歩先になったんだ。はい、あ、あ、なんかよくわかんないけど輝いてるわ、輝いてる。あー、出た出た。はい、でまとめですね。さらに面白くするには、本章では物理エンジンの基本機能としてリジットボディやコリジョン、コリダー、コライダーコンポーネント、フィジックマテリアルの利用方法を紹介しました。はい、これからもっと面白くするにはどうしたらいいでしょうか。いかにいくつか例を挙げてみます。特色を持ったボールやステージを用意する。トラップはギミックを取り入れてみる。クリア時間をスコア化する。そうですね。こんな感じでゲームをどんどん改良していった方がいいよみたいなことがまとめに載ってます。はい、長かったですね。やっとここまで出るようになりました。うん。まあ、ちょっと実機のテストができてないですが、まあ、シミュレーターでもこんだけいってるんでね。まあ、OK でしょう。はい。これで、初心者がボール、オブ、ボール転がしゲームを作るを、今回で終わりたいと思います。バイバイ。